水浜海水浴場スイカ割り大会熾烈な戦いを勝ち抜き決勝まで残った2人の選手を紹介するぞまずはその華麗な剣さばきで全てのスイカを一刀両断してきた7選手対するは得意の足技で全てのスイカをコッパみじんにしてきた7尾選手さあ今年の V ガ浜スイカ割り王の称号はどちらの手にまもなく決勝戦スタートでちょっとお待ちください なんだあれは超巨大なスイカの怪物大きな大きなスイカに手足が生えています。ぶ、不気びあ、今入ってきた情報によりますと、これまでの試合で破壊されたスイカの残骸が突然寄り集まって、あのような姿になった、とのことです。あ、スイカが暴れています。危ない皆さん、逃げて無慈悲に破壊されたスイカの怨念が、あのような形になったのでしょうか食べ物の恨みは恐ろしい。 ん超巨大スイカに向かっていく人影が。あの二人は、今大会で決勝まで勝ち残った奈良選手と奈良選手。ああ、戦っています。奈良選手と奈良選手の二人が、超巨大スイカと戦っています。頑張れ二人とも頑張れ頑張れ奈良選手が剣でスイカの足を切って転倒させ、そこに奈良選手が足技を叩き込んでおります。いいぞ、いいぞスイカがおとなしくなってきました。そして、完全に、停止。 あ二人が手を振っていますもう大丈夫のようですよかった本当によかった皆さん勇敢な二人の選手に拍手をさて、これからスイカの後片付けや怪我人の有無などの確認のため、この放送は一旦終了とさせていただきます。とりあえずは、一件落着ということで。